変わりゆく時代、変わりゆく万太郎の心。爛漫。勇気を出して立ち向かった万太郎でしたが、日頃から鍛えているであろう武家の子には到底歯が立ちませんでした。一度はいじけた万太郎でしたが、変わりゆく時代の空気を感じ、変えていかなければと心が動き、今自分のやるべきことを見つけ、前に進んでいくようです。それは変わりゆく時代に取り残されないように、時代を自分自身が変えていけるように、子供ながらも思ったのでしょう。第8話のお話は、万太郎は勇気を出し、竹を返して一人で学問所に行ったものの、武家の子供たちにいじめられたことを思い出して、足がすくんでしまう。そんな万太郎のところに現れたのは、二度も水をかけられた謎の男。この男は学問所の学頭、池田蘭光だった。学問所に行くことにひるんでいる万太郎に、蘭光は植物の不思議な生態について話し始める。蘭光の話に引き込まれた万太郎は、初めて学ぶ楽しさを知った。第8話はこのようなお話になるようです。おそらく万太郎にとって一番怖いのは祖母滝の怒りなのでしょう。武家の子は怖いというより嫌な存在。できれば二度と顔を合わせたくない。学問所に行かなければまた祖母を怒らせてしまう。だから行かなければという思いも少しはあるのかもしれませんが、それよりも姉綾が酒蔵に入れない理不尽なしきたり、習慣、風習。女性が酒蔵に入れないことが断りになっていること。姉が汚れていることが当たり前のこと。納得がいかない。万太郎はそんな世の中のおかしな風習、習慣を変える。変えたい。まずは自分が変わらなければとは思ったものの、学問所の前に来ると足がすくむ。そんな万太郎に蘭光は学ぶことの楽しさ、大切さを、人間の作った断りではなく自然が作った断りを話し教えてくれるのでしょうね。第7話ではカンタが武士の子たちを挑発してしまったせいで、万太郎は剣の稽古をつけられることに。木刀など持ったことがない彼は、木刀を雄一郎に叩き落とされてしまう。絶体絶命のピンチになった時、竹雄が割って入って、万太郎は何とか助けられました。竹雄はいつも、彼のことだけを考えて行動していますね。彼は万太郎をかばうために腕を怪我しましたが、自分のことよりも万太郎を気にしていました。滝さんに万太郎のお目付け役を頼まれてから、彼はずっと万太郎を守り続けています。体調を気遣ったり、時には注意をしたり、ボディーガードのように万太郎を守ったり、彼は自分を犠牲にして本当によく頑張っていると感心します。竹雄は万太郎のことが好きだからそこまでできるのでしょうか。二人の関係は奉公人と主人以上のものですね。万太郎は武士の子たちのいじめに遭い落ち込みました。峰屋の跡取りとして
大事に育てられてきた彼には初めての経験だったのでしょう。彼は二度とここには来たくないと思ったかもしれません。午後の授業を受けることなく帰ろうとする万太郎に、また水をかける人がいます。朝一の花丸さんが言われたように、用務員のおじさんにしか見えないその人、寺脇康文さんが演じている名教館の学徒池田蘭光さんは、見かけはボサボサ頭で着崩した着物姿。滝さんが気づかなかったのも無理はありませんね。蘭光さんが門を出ようとした万太郎に水をかけたのは、話を聞くためだったかもと思いました。彼は町人が寺子屋に通うことになればトラブルが起きると予想していたのでしょう。新しい時代が来たのにか、名教館に通う意味がわからなくなった万太郎に、蘭光さんは意外なことを言います。時代が江戸から明治になり、武士が中心の世界が終わりました。武士たちはこれから違う生き方を探すことになります。雄一郎たちも町人である万太郎が寺子屋に通い始めたことで焦っているのでしょう。この先はただ己の才覚によってのみ立たんといかん。武士も町人も今までと変わらなければならない時代の境目。蘭光さんは明治時代に子供たちが力強く歩んでいけるよう知識を身につけさせるのでしょう。鎖国が終わったことで西洋文化がどんどん入ってくる。明治はそんな新しい時代だったのですね。おまんもしきたりにとらわれんと、今こそ変わる時なんじゃ。蘭光さんは万太郎に話します。おばあちゃんはなんちゃあ変えたらいかんと。万太郎は滝さんを信頼していて、蘭光さんの話の意味がわからない。峰屋は昔からのしきたりを大切にすることで蔵を守ってきました。蘭光さんと滝さんの言うことは真逆で、万太郎は戸惑う。おまんはどう思う？彼の問いかけに万太郎は口ごもってしまいます。ほんならここには用はないな、帰れ帰れ。蘭光さんはもう話すことはないという感じで、空に向かって水をまき虹を作っていました。なんとなく彼は万太郎と気が合いそうです。万太郎は竹雄が怪我をしていたことに気づきました。なんちゃありません、それよりちっくとだけ面白かったですき。昔なら町人が武士に逆らえばその場で命を失っていたはず。それなのに自分たちがピンピンしているのはすごいことだと竹雄は彼に話します。竹雄もまた時代の変わり目を感じていました。どういてここが冷えるがじゃろうか。万太郎が胸を押さえて竹雄に問いかけます。また体の具合が悪くなったと心配する竹雄ですが、蘭光の言葉が彼の胸に刺さったからでしょう。変わる時とはどういうことかと。峰屋に帰ると万太郎は押し入れに立てこもります。名教館に通うことを断固拒否するつもりの彼、滝さんは怒って彼を晩ご飯抜きにしました。その上、当主直伝の帳面を綾が見ているのを発見した滝さんは
さらに怒ります。綾は一度だけ酒蔵で嗅いだ匂いを今でも覚えていました。ひんやりしてふわっとした甘い匂い、それから何か生きている気配。彼女は蔵に入った時、酒造りの麹菌が生きていると感じた。綾は謎だらけの日本酒造りにかなり興味があるようです。おなごは蔵に一歩たりとも立ち入ったらいかん。おなごは汚れ中、昔からの決まりじゃ。滝さんは叱りつつも、綾が酒造りに興味があることを褒めました。万太郎は蔵元の当主ですが、酒造りには興味を示さない。酒造りに興味のある綾なら、蔵人たちの気持ちも理解できると滝さんは話します。滝さんは彼女と万太郎の性別が逆ならいいと思っているかも。よそに嫁に行く運命の綾と、峰屋を継ぐことが決まっている万太郎。いつか嫁に出ても万太郎のこといつまでも力づけてくれるかえ。滝さんは落ち込む綾に精一杯の気持ちを伝えました。お腹を空かせた万太郎におにぎりを食べさせる綾。自分は将来嫁に出るけれど、万太郎は当主として頑張るよう彼女は弟を諭します。どんなに酒造りがしとうても蔵の中に入ることさえでき、汚れ中がじゃと。綾が思わず本音を言うと万太郎は怒り出す。わしが蔵に入れて姉ちゃんが入れんらおかしいが、そんなが変えたらええ。思わず自分が言った言葉で万太郎は蘭光が話していたことをやっと理解したようです。自分が勉強することで峰屋が変わるかもしれない、そう気づいた万太郎はすごいですね。あくる日、一人で名教館の門に向かう万太郎は何かが変わったようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。